日本の離島河橋では、日本の離島に架けられた橋について扱う。また、構想中の橋にも言及する。離島河橋によって、特別な振興策を進め、離島地域の悩みである更新性と隔絶性を解消することができ、他の陸地を河橋して、互いに24時間移動できる陸上交通を確保し、生活圏を一体化することで、医療、福祉、教育、 産業の向上などを図ることができるとされている。各地域の離島河橋については、離島振興法の離島振興計画によって行われている。現在もいくつかの離島において、河橋工事が行われもしくは計画されており、今後も上記の離島振興法指定地域の数は徐々に減少していく見込みである。淡路島の連続加橋の完成後には、 徳島関西方面への高速バス路線が増え交通の利便性が増した。その一方で、河橋と並行する航路を有していたフェリー会社が航路の減便、廃止によって経営難に陥ったり、フェリー発着所の地域の拠点として恩恵を受けていた地域の衰退が見られることがある。隔離されていた時代には島ごとに公立学校が必要であったが、河橋され、 交通手段ができると、公立学校の統廃合が進むこともあり得る。これに対して、雇用対策にバス会社を設立したり、フェリー発着所をバスターミナルにしている地域もある。自治体の中には、公安利用料を大幅に割り引くことでフェリー会社を支援する動きもある。日本のフェリー会社一覧、かつて存在した会社も参照はマクサ語教のように、 予想を超える需要を得て建設費の早期償還を実現した元有料路線もあれば、未だに高い建設費の償還で経営が難しい、有料の離島加強もあるので、離島加強がどれだけの効果を生むのかは一概に言えず、地域によって異なる。東津軽郡外ヶ浜町の両費漁港内にある、帯島は漁港側の埋め立てにより近接しているが、漁港を隔てる水路があり、 小さな橋が架橋され本土側と結ばれている。気仙沼市にある気仙沼大島と本土を結ぶ、気仙沼大島大橋が震災後に計画され、2018年に完成した。東松島市にあり、陸継島である宮戸島は、仙気保水道をまたぐ松ヶ島橋によって、本土と結ばれている。宮城郡松島町の松島にある福浦島は、 福浦橋で本土と結ばれている。島全体が県立自然植物園に指定されており、橋を渡るには通行券が必要であり、徒党には時間の制約がある。その他松島湾内には、随岩寺五大道がある五大道島には、通る橋が近隣の大島には、渡月橋があり、それぞれ人道橋として徒党できる。女川町にある出島は、 本土と結ぶ架橋計画を陳情している。藤沢市には江ノ島を結ぶ江ノ島大橋がある。横須賀市には本土と天神島を結ぶ天神橋がある。三浦市には本土と城ヶ島を結ぶ城ヶ島大橋がある。七尾市にある七尾湾に浮かぶ野戸島は、倉温泉地区から野戸島大橋が、中島地区から中野と農道橋が架橋されている。 下田市にあるいくつかの小島は、河橋により、本土と結ばれている。岩島は小さな釣り橋、犬走り島は、堤防通路、恵比寿島は、人道橋、赤根島は、下田海中水族館のスタジアムプールや、駐車場設置のため本土側の大半が、埋め立てられているが、本土と島を隔てる細い水路があり、車両通行可能な小さな橋で結ばれている。 浜松市西区舞坂町にある弁天島は、浜名湖の河口の北に位置し、弁天大橋、中浜名大橋により、本土と結ばれているほか、東海道本線、東海道新幹線も同等に加強されている。蒲郡市にある竹島は、島の全域が800府神社の境内となっており、竹島橋で本土と結ばれている。基本人道橋だが、車両も通行できる幅がある。 島市にある阿護案内の賢島と本土は、賢島橋と賢島大橋で結ばれている。戸橋にある東志島には、本土を結ぶ個体志島加橋構想がある。東室郡串本町にある紀伊大島は、串本大橋が無人島のない我が島を経て、本土と架橋されており、バス路線が開通している。串本大橋は、本土側から、ない我が島ループ橋。 苗は我が島と大島を結ぶ串本大橋の二つの橋で構成されている。西室郡須佐美町にある陸系島である上、須崎島はコンクリート通路及び海面をまたぐ小さな人道橋で結ばれている。島中央には、春日神社があり島全体は、神域となっている。一部徳島県と連なる河橋情報も記載する。淡路島。 県州赤市海峡大橋淡路島は、針真灘や大阪湾、紀伊水道等に挟まれた離島であるが、北側の赤市と隔てる赤市海峡に、赤市海峡大橋が、南西の徳島県鳴門市と隔てる鳴門海峡にある、鳴門市大下島を挟んで大鳴門橋と無屋橋が、架橋されている。これらは、本州四国連絡道路の一つで、兵庫県神戸市の山陽自動車道。 神戸西インターチェンジを起点とし、徳島県鳴門市の高松自動車道鳴門 IC に至る高規格道路を神戸淡路鳴門自動車道という。大鳴門橋は鉄道道路併用橋として建設されたが鉄道は設置されておらず、明石海峡大橋は高騰する公費を抑えるために道路専用橋になったため、淡路島内には島外に通じる鉄道が建設されていない。 赤市海峡大橋の開通に伴って経営が厳しくなったフェリー会社の離職者対策会社として本市海峡バス等が設立されている。しかしながら架橋を通して近畿地方や四国地方各地へのアクセスバスが開通したため、淡路島だけなく四国地方側においても高速バスで島外に出る人が増えた。 さらに南東側の和歌山県和歌山市の田倉崎と兵庫県洲本市の小関花の間の北海峡に、架橋しようという北間連絡道路構想があるが、海峡プロジェクトに対する批判があり、進捗していないだけでなく、海峡を渡航するフェリーがもともとなく、その北側の大阪湾を航行していた南海淡路ラインも急行されている。 区間に道路が建設されれば、関西国際空港と四国間の移動の時間短縮、走行距離短縮が可能となる。松江市安塚町の中海にある大根島は、本土側から大海崎橋を経て、堤防道路で結ばれている。同じ中海に存在する江島は、前日の大根島と堤防道路で結ばれているほか、本土側とは、ベタカ踏み坂の CM で知られる、江島大橋や、 堤防道路と森山橋を経て、北部の松江市美穂の関町と結ばれている。浜田市にある瀬戸が、島は、島の浅瀬埋め立てにより、面積を広げているが、水路によって隔てられており、浜田マリン大橋や港橋が架橋され本土側と結ばれている。美前市の一部が属する日清諸島にある角井島と、頭島を結ぶ、頭島大橋が2004年11月に開通し、 さらに2015年4月に本土と角位島を結ぶ、備前日清大橋が開通した。また、日清諸島ではないが、瀬戸内市にある長島と本土を結ぶ奥、長島大橋が1988年に完成している。さらに、長島を二つに分ける運河には、船越橋が架橋されている。一部愛媛県と連なる架橋情報も記載する。ビンゴ群島。 編集福山市にある、ビンゴ群島の田島は、内海大橋により、本土の沼熊半島と結ばれている。田島とその南西に位置する横島とは、場橋が架橋されている。西瀬戸自動車道周辺、編集共用中、来島海峡大橋西瀬戸自動車道は、広島県尾道市の尾道福山自動車道西瀬戸尾道インターチェンジを起点とし、 本土から1、新大の道大橋、2、因島大橋、3、幾千橋、4、パタ,タラ大橋、5、大三島橋、6、博多橋、7、大島大橋、8、来島海峡第一大橋、9、来島海峡第二大橋、10、来島海峡第三大橋四国本土を経て、愛媛県今治市の今治インターチェンジに至る。同により、本とつながった島は、 順に、向島、因島、生口島、大見島,島、博多島、三金島、大島、馬島の八島である。うち、無人島は三金島で、橋脚が立っており、歩行者、自転車は、橋上から島に降りることができる。その他、一般道として、本州と向島の間に、小野道大橋が架橋されている。さらに、生口島と高根島とは、 高根大橋、向島と岩子島と間には、向島大橋が加強されており、三行瀬戸をまたいでいる。芸与諸島、編集秋名田、諸島秋名田諸島連絡加強は、広島県呉市川尻町の本土と、秋名田諸島を8つの橋で結ぶ連続加強構想で、すでに7つの橋が強用されている。西側から順に、本土から1、秋名田大橋、2、鎌�大橋、 三、豊島大橋。四、豊浜大橋。五、平良京。六、中之瀬戸大橋。七、岡村大橋。八、未定広島県大崎上島である。なお、秋灘大橋有料道路は、広島県道路公社が管理している。佳橋により、本土とつながった島は、西側から順に、下鎌刈島、上鎌刈島、豊島、大崎下島、平良島、中野島、 愛媛県岡村島の七島である。大崎上島は、大崎発電所がある長島との間に、長島大橋が架橋されている。また、島の北西部に位置する鍋島には、堤防通路があり、徒歩で徒歩できる。東広島市秋津には、本土と大島島を結ぶ大島大橋がある。秋群島呉市本土と倉橋島との間を隔てる、温度の生徒には、 温度大橋がかかり、倉橋島と江田島との間には、早瀬大橋が架橋されている。さらに、倉橋島は、鹿島と鹿島大橋で架橋されている。温度大橋の渋滞緩和のために、さらに本土と倉橋島を結ぶ、新たな四車線の第二温度大橋が架橋されている。飲み島側には、沖ノ島があり、沖ノ島橋で結ばれている。なお、 広島湾内の元宇品と広島市本土との間には、暁橋がかかっている。地図上では、海で隔てられているが、もともと陸続きであった。角島大橋下の関市方北町にある、角島は、角島大橋により、本土と結ばれている。また、同市内の飛行島は、関飛橋、下関漁港公門、飛行島大橋により、本土と結ばれている。また、 彦島の北西に位置する竹の小島は、竹の小島橋で、彦島と結ばれている。長門市にある大見島は、大見大橋により、本土と結ばれている。防御諸島、編集防御諸島においては、室津半島の上の関町にある長島と本土が、上の関大橋よって結ばれている。また、柳石本土と八代島を隔てる大畑瀬戸に、大島大橋が架けられている。 架橋前は国鉄の大島連絡船が結んでいたが廃止された。諏訪大島から沖川む島まで沖川む大橋によって結ばれている。周南諸島、編集周南諸島では本土と笠戸島を結ぶ笠戸大橋が架橋されており、この橋は下町市のシンボルにもなり、笠戸島の観光産業を活性化するきっかけとなった。鉄道車両の製造で有名な日立製作所、 カサト事業所は、カサト島ではなく対岸の本土にある。スクモ島も、本土間に小瀬戸橋が加強されている。豊富市の向こう島は、錦橋により、本土と結ばれている。ナルト市の大下島は前日の大ナル橋と、無ヤ橋以外にも、四国本土との間の小ナルト海峡に小ナル橋と、小ナルト大橋が加強されている。また、 大毛島と西隣の島田島との間に堀越橋、島田島と四国本土との間に小鳴ると新橋がある。阿南市の立花湾に浮かぶ枯渇島には立花湾火力発電所があり、立花マリンブリッジによって四国本土と結ばれている。海部郡海洋町の竹が、島は竹が島橋により四国本土と結ばれている。小土島。 編集小図群との象徴内の小土島には、ギネスブックに認定された世界で最も狭い海峡である、土淵海峡があるため、厳密には二つの島であるが、古くから橋で陸続きであり、慣例的に一つの地域として扱われている。特に区別する場合は、小さい方の島を前島と呼ぶことがある。両島には、オリーブ大橋、永大橋、 フレトピア橋など数本の橋が架かっている。諸悪諸島、編集坂出市にある、諸悪諸島のいくつかの島には、本市連絡橋の一つである、瀬戸中央自動車道が建設されている。順に、岡山県倉敷市の本土川から1、下津井瀬戸大橋、2、筆石東橋、3、岩黒東橋、4、吉間橋、5、北尾山瀬戸大橋、 6. 南美村瀬戸大橋香川県栄出市の四国側と連続架橋されている。なお、瀬戸大橋線が通過している架橋離島には駅はない。架橋により本土とつながった島は北側から順に、ひついし島、岩黒島、羽根、佐島、吉島、三つ五島の五島の五島である。そのうち、ひついし島、岩黒島は許可車両のみ島内に瀬戸大橋から。 乗り入れが可能である。吉島は、吉島パーキングエリア駐車場から、吉島北部の吉島港へ行くことができる。それ以外の区域は、許可車両のみが、島内道路を通じて、乗り入れることになる。羽佐島、三つ五島は、瀬戸大橋からのアクセスは徒歩を含めて不可である。なお、ひつ島の続島として、ふと島があり、堤防通路を開始徒歩で徒歩できる。 西瀬戸自動車道周辺も参照。関前諸島、編集今治市にある岡村島は愛媛県側でなく広島県の中の島の間で架橋されており広島県側と連絡している。もともとは大下島や高下島と共に関前村という自治体を構成していた。しかし、それらの島々を結ぶ尊営フェリーの赤字が財政を圧迫していた。 大合併後に引き継いだ今治市営フェリーも運営が厳しいものとなっている。上島諸島、編集上島町の上島諸島のうち、湯毛島と佐島を間に、湯毛大橋、2011年2月7日には、佐島と粋名島の間に粋名橋が開通している。さらに、岩木島と粋名島を結ぶ岩木橋の架橋工事が進められている。なお、粋名橋の開通により、 瀬戸内クルージングの尾道湯気航路が立社港までとなった。その4ヶ月後には湯気港までに戻ったものの、さらにその8ヶ月後には全区間が廃止となった。上島町以外の陸地と接続するわけではないので、上島家境が完成したとしても上島町が海上交通に依存する環境は変わらない。上海諸島、編集宇和島市にある旧島には、 2016年4月3日、全長468メートルの串間大橋が、架橋された。最も近い本土の坂下津との距離が約400メートルで、また串間フェリーの老朽化が、市の財政に影響することから、以前から串間架橋構想があった。2010年度政府予算の社会、資本整備総合交付金として調査費1000万円の配分が決まり、国費が、 初めて投入された。スクモ湾大部に位置するスクモ市大島は、大島橋により、四国本土と結ばれている。また同市内には丸島があり、同じく加強されている。旗郡大月町にある柏島は、スクモ湾の南に突き出た、大月半島の間に柏島橋と、新柏島大橋が加強されている。福岡市東区にある滋賀島は、サスにより、 本土と陸続きになった陸系島であるが、佐す部分には、賀島橋が架橋されている。唐津市呼子町にある壁島には、無人島である弁天島に橋脚を建て、呼子大橋が架橋されており、唐津大手口バスセンター、唐津駅から昭和自動車のバス路線が開設されて、通勤通学に使われている。富士津郡多良町にある竹崎島は、竹崎島橋によって、 本土と結ばれている。一岐、津島、編集域島の本島と新域発電所がある、鎮太をとの間には、鎮太大橋が架橋されている。続島である長島と大島との間には、1999年に、三号大橋が架橋されている。また、本島の南西部にある城河島には、堤防道路があり、車両で渡島できる。津島は、津島島を主島とし、 続島としては5つの有人島がある。このうち、主島とつながっているのは、沖野島、赤島、島山島であり、赤島は、沖野島を経由する。なお、赤島の北西部には、有人島である、泊まり島がある。かつては、赤島と泊まり島との間は、離れていたが、加強されることなく、埋め立てにより、陸続きとなった。なお、主島である、津島島は、 もともと一つの島であったが、人工運河である万石瀬戸によって隔てられ、これより北を上島、南を下島と呼び、この運河に万石橋が加強されている。また同じように、人工運河である大船越瀬戸に、大船越エ橋が加強されている。松浦市周辺、編集松浦市の伊万里湾にある福島は、1967年に、佐賀県伊万里市二十津町との間に、 福島大橋が架橋され、西小江自動車が伊万里駅前から福島港まで運行している。同じく松浦市にある高島は2009年に高島肥前大橋が建設されて佐賀県唐津市肥前町と結ばれた。同区間を結ぶフェリーは廃止され、同年4月20日からは昭和自動車により肥前町と高島を結ぶ路線バスが運行開始されている。ただし、 高島と松浦市本土を結ぶフェリー航路は、このようにこの2島は長崎県でありながら距離的に近い佐賀県との間に佳境されたが、2004年、離島自治体だった福島町と高島町は、もともと同じ旧北松浦郡だった松浦市と合併している。平戸市周辺、編集平戸大橋平戸市にある平戸島と本土を隔てる平戸瀬戸には、 1977年に平戸大橋が架橋され、さらに平戸島と行きつき島を隔てる辰の瀬戸に1991年に行きつき大橋が架けられている。もともと長崎県道路公社が運営する平戸大橋有料道路、行きつき大橋有料道路という有料道路であったが、2010年4月1日に無料開放された。これらの架橋により、 フェリー航路が減少した平戸港フェリーターミナルは西小江自動車の平戸桟橋バスターミナルとして活用されており佐世保市の佐世保バスセンターや松浦市とのバス路線の起点となっているまた平戸桟橋からは平戸島内各地や行き着き島へのバス路線も運行されている佐世保市周辺編集佐世保市南部にあるハリオ島は廃棄瀬戸を挟んで 佐世保市本土側と接しており、環状橋や瀬戸中央橋、廃棄瀬戸大橋、新廃棄瀬戸大橋等の架橋がされている。さらに道東から大村湾側には工場大島があり、1988年に工場大橋が架橋された。なお、ハリオ島はハリオ瀬戸を挟んで、西園木半島とも接しており、1955年に、 再開橋が2006年には新再開橋が再開パールライン有料道路の一部として建設され長崎佐世保間を結ぶ重要な島となっているなお針オ島内で帰結するが再開パールライン有料道路を構成するパール1号橋2号橋はうさぎ島を開始加強されている佐世保市小佐座町にある前島は1972年に加強された 道東,東に隣接する東白島は1976年、前島との間に東白橋が架橋され、前島を通じて本土と繋がった。大村市、西海市、長崎市周辺、編集大村市にある長崎空港は、大村湾のほぼ中ほど、海岸から約2キロメートルに浮かぶ、自然島の美の島全域を開発し埋め立て拡張することで、 1975年5月1日に、世界初の海上空港として開業し、美ノ島大橋によって結ばれている。再開市にある寺島は、西園義半島との間で、大島大橋によって結ばれている。さらに、寺島と大島を寺島橋で結び、大島と霊浦島を中島橋、霊浦島と先島島を本郷橋で結ばれている。 大島大橋は、長崎県道路公社が運営する、大島大橋有料道路であったが、2011年4月1日に無料開放された。西海市にある南区市島は、西そのぎ半島と狭い水路で隔てられており、国道202号が島の東から南西に向かい、七釜大橋でつながっているほか、二つの橋で結ばれている。 長崎市近海町の西園木半島にある音半島の南端には宇野瀬島があり、幅10メートルほどの小口瀬戸に小口橋が架橋されている。その他、西園木半島には大村湾に浮かぶ辰島との間で架橋があるが、日本では珍しい海峡越えのコースがあることで知られるオーシャンパレスゴルフクラブリゾートの企業有地であり、辰島は ゴルフコースとして整備されているため、一般的に同ゴルフクラブでプレーしない限り、施設橋の立島橋を使用して島に渡ることができない。長崎市高野議長と大中セットで隔てられた中止島を結ぶ伊王島大橋が2011年3月27日に開通した。中止島の先に一般的に知られる伊王島があり、 通常は二つの島を合わせて、硫黄島と呼んでいる。両島の間は、幅数十メートルしかなく、二つの島を結ぶために、栄橋、賑やか橋、宿橋の三つの橋が架けられている。長崎市の東部にある牧島は、牧飛橋によって、本土と結ばれている。旧西その義軍の重崎町の長崎市明三崎町と、川島は、川島大橋によって、 かばしま沖合の中島を介して結ばれている。五島列島、編集五島列島のうち、福江島のある下五島地域では、南西部の玉の浦地区と島三島が玉の浦大橋によって結ばれている。中通島のある上五島地域では、中通島と急行中の上五島空港がある、頭が島との間に、頭が島大橋が1981年に、加強されている。 中通島の南西にある若松島は上中島を介して1991年に完成した若松大橋によって結ばれている。また若松島と両西浦島の間には両西浦橋があり、さらに両西浦島から有福島及びその先の日島まで防波堤でつながっていて陸路で通行できる。その他中通島と霧の小島とは1961年に 架橋された橋で結ばれている。小じ島の小じ町では、黒島が、コンピラ大橋で、小じ島とぶち島が、ぶち大橋で結ばれている。今後の課題として、福江島から久下島、鳴島、若松島までを結ぶ五島列島縦断架橋の構想も検討されている。同県では、有人離島及び無人離島への架橋はないが、琴島、つくみ市の琴島は、今度の4。 浦半島との距離が約100メートルであり、2010年9月に策定された津久美市都市計画マスタープランでは、四浦、岸路線と仏島とを結ぶ架橋構想について、基盤整備推進のために関係機関に働きかけることが挙げられている。佐伯市の大入島は、佐伯湾の湾王に位置しており、佐伯市中心部の市街地との距離が約700メートルであることから、 大乳島と本土とを結ぶ佳橋構想がある。1981年に大乳島佳橋建設促進規制会が発足。1994年度から1996年度にかけては大分県と佐伯市が大乳島連絡道路基本計画検討調査を実施し、建設手法、佳橋維持、費用などの検討が行われたが、具体化の目途は立っていない。 天草諸島、編集天草諸島は、九州の有明海、八代海と天草灘によって囲まれている。天草上島と天草下島を主島とし、さらにいくつもの有人離島がある。そのため海上交通が盛んであり、多数のフェリー会社が存在する。しかし戦後から河境が進み、熊本県の宇都半島先端の三角から天草、上島を経て、 天草下島に至る国道266号、国道324号で結ばれて一体化している。また、並行して熊本県本土から天草市にかけて熊本天草幹線道路という地域高規格道路が構想されており、一部区間が松島有料道路と松島有明道路として共用され、熊本市から天草への所要時間と走行距離の短縮に貢献している。 本土から甘草上島にかけて、真珠養殖が盛んなところから、甘草パールラインと呼ばれる、甘草五郷という連続佳橋があり、本土から1、天文橋、2、大屋の橋、3、中の橋、4、前島橋、5、松島橋、甘草上島と結ばれている。もともとは、召喚期間39年を見込んだ、有料道路であったが、開通により、甘草への観光客が急増し、 モータリゼーションの進展なども含めた交通量の増大により、わずか9年で召喚を完了して無料化されたという逸話も残っている。河境により、本土とつながった島は、北側から順に大屋の島、長浦島、大池島、池島、前島の五島である。天草上島と天草下島の間には、 本土瀬戸が隔てられており、天草瀬戸大橋と本土瀬戸歩道橋が架橋されている。これらの架橋により、熊本市から天草市への陸上交通が活性化され、天草号という特急バスが走っている。蒸気以外にも離島架橋がある。宇都半島の南側に飛ばせ島と本土の間を隔てるもたれの瀬戸に、飛ばせ大橋が架橋されている。大屋の島には、 西側にあるの釜島と、の釜大橋。東側にある八合島と、さらに東にある岩島との間に、それぞれ西大、伊橋と東大伊橋が架橋されている。長浦島には、日合島との間に、都や伊長浦橋が架橋されている。天草上島には、南側の上天草市。龍ヶ岳町中戸から、くぬぎ島、坊津島から、豊島を結ぶ、くぬぎ島橋。 豊島大橋が架橋されている。また、姫戸港に浮かび、島全体が小島公園になっている周囲300メートルの小島は、堤防通路で渡島できる。天草上島の南側にある五所浦島と牧島の間には、中瀬戸橋が架橋されている。また五所浦島と前島の間には、前島橋が架橋されている。天草下島には、北部にある、 通事島と結ぶ通事大橋が架橋され、南部の下須島との間に、通天橋、牛深ハイヤ大橋の分岐橋が架橋されている。なお、天草上島を通過する熊本県道333号流が、竹、五章浦線は、上天草市龍ヶ岳町を起点とし五章浦島に、至るが横浦島と前島を経由する五章浦佳橋計画がある。 島原天草長島連絡道路島原天草長島連絡道路は長崎県島原半島から熊本県天草を経由して鹿児島県長島阿久根に至る地域高規格道路の計画である島原と天草を隔てる早崎瀬戸と天草と鹿児島県長島を隔てる長島海峡を2つの長尾橋で架橋して九州西岸地域を一体化する構想とされる近年は 海峡横断プロジェクトに対する批判があり、進捗していない。八代、足北、編集八代市の熊川川口の堤防近くにあるに、ある水島は人道橋で本土と接続されている。水俣市にある湯の小島は、関月橋で本土と接続されている。長島町周辺、編集泉郡長島町は、長島の全域と小浦島、いから島、 獅子島などの島からなる。本土の阿久根市と隔てる黒の瀬戸には、黒の瀬戸大橋が、長島と小浦島の間に、父の瀬橋が、長島と竹島の間に、竹島大橋が、長島とイカラ島との間に、伊東大橋が架橋されている。長島町では、小浦島と獅子島を結ぶ、獅子島架橋が望まれている。古式島列島、編集古式島列島は、 鹿児島県薩摩仙台市にある列島で、上古式島、中古式島、下古式島の主な三島と、付属するいくつかの島から構成される。上古式島と中古式島は、鹿児島県道351号、上古式鹿島線として中島という小島を挟んで、上古式島側の古式大民神橋と、中古式島側のカノコ大橋によって連結された。後に、 薩摩仙台市が中心となった、井ムタセと佳橋建設促進規制会が活動をし、中古式島と下古式島の間に、井ムタセと橋を架ける構想が2006年度に、新規事業として採択され、2008年度から工事を着手し、2020年8月29日、古式大橋として開通した。天見群島、編集海峡で分断されている。 瀬戸内町の奄美大島南部と掛けロマ島を結ぶ、架橋構造はあるが、諸事情により進んでいない。フェリー掛けロマなお、奄美市の名瀬港に浮かぶ小島、八木島には、2013年7月に、奄美八木島ホテルが開業しており、道東を結ぶ長さ約3から40メートルほどの八木島橋が、ホテル開業前年の2012年1月に、竣工している。沖縄諸島、 編集路線から、長武古売大橋沖縄諸島の新沖縄県離島進行計画を参照。沖縄本島北西部、本部町の瀬底島は、瀬底大橋で結ばれている。同じ北西部名護市の矢賀ジ島東部と大島が、矢賀ジ大橋で結ばれており、大島と名護島木屋の沖縄本島が、羽地大橋で結ばれている。また、2010年12月に、 八賀ジ島西部と、泣木神村運転側との間が悪三大橋で、結ばれている。さらに、八賀ジ島北部にある、泣木神村にある、古売島が、古売大橋で結ばれている。家島と本島を架橋する構想があるが、着工は未定である。その他にも、北部地区には、宮城島と沖縄島を結ぶ宮城橋と、塩屋大橋がある。沖縄本島かつ連半島沖。 ウルマ市の平安座島、宮城島、池江島はこの順に、海中道路、桃原橋、池江大橋により結ばれている。平安座島とその南の浜日賀島との間に、浜日賀大橋があり、四島は沖縄本島と連結されている。ウルマ市には他に、矢淵島に、矢淵大橋が1985年に建設され、沖縄本島と結ばれている。 本島南部、南城市の大島は、本島と大島橋で結ばれている。久米島町にある久米島と大島の間は、新大橋で結ばれている。伊部平村にある、伊部平島と野保島の間に、野保大橋が架橋されている。伊部平村の野保島と伊勢那島を結ぶ架橋構想があるが、着工は未定である。桁間諸島では、ザモミ村にある赤島、ゲルマ島、外地島の三島が、 それぞれ赤大橋とゲルマ橋で結ばれている。宮古列島、編集、イラブ大橋宮古列島では、宮古島市にある宮古島と、北西部にある池間島との間で1992年に、池間大橋が、南西部にある栗間島との間で1995年に、栗間大橋が、それぞれ架橋されている。宮古島の西側約5キロメートルには、イラブ島、下地島があり、両島は、 狭い水路で隔てられているのみで、6本の橋によって連絡している。2015年に宮古島とイラブ島との間にイラブ大橋が開通し、2005年に完成した古い利用橋を抜き、通行料金を徴収しない橋としては、日本最長となった。イラブ大橋が完成し、下地島に所在する下地島空港や、 観光資源等の有効利用が期待されている。八重山列島、編集八重山列島には、友人及び無人の離島への加境はない。首都である石垣島から最も近い友人島の竹富島まででも、約6キロメートルと、イラブ大橋の倍近い距離があるなど、格闘間の距離が離れている。本土復帰前の百七十八年に、元石垣市長の石垣企業が、 琉球新邦新年号で、石垣島から竹富島、香山島、小浜島を経て、入表島に至る、夢の架け橋構想を提唱したことがあり、また、1989年に、竹富町役場の入表島移転に向けて、小浜島、入表島間の架橋構想が議論されたことがあるが、いずれも構想にとどまっており、架橋計画は具体化していない。なお、入表島は、 島内の道路が整備されていないため、同じ島にあるにもかかわらず海上交通でのみ移動可能な集落があり、船浮海運が定期航路を運行している。入表島と湯布島の間はわずか400メートルであるが、水牛車で移動することが観光上の名物となっており、干潮時には徒歩や車でも移動できるため両島間に橋はない。蒸気構文をまとめた。 一覧表。自動車による徒党や人道橋により徒党できる架橋離島を記載。一等に複数架橋されている場合は代表的な橋を一橋記載。堤防通路、道路により徒党できる離島はまとめに2に記載。因は不明。架橋ではなく海を遮断した堤防通路や堤防道路によって徒党できる離島を記載。ありがとうございます。